選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。嘘つけるからね、人狼ゲーム。まあ、俺からか。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。ということでね。村人のみんなに言いたいのは、思考ロックしないで言うんと、ほんで、習慣の押し付けっていうのがね、黒要素にはならないでいう感じかな。例えば、僕から始まったんだけども、4番さんが始まってマイノリティな意見を言ってて、5番さんが、4番さんそうじゃないよとか言って、いや、あ、ちゃちゃ、6番さんは、まあまあまあ、ちょっとうまいこと言わないかと。な、とりあえず、自分の考えと違うのに、他人もそう思うやろみたいな習慣の押し付けっていうのはやめてくださいっていう感じかな。ほんで、あと、釣られた時に遺言でも村人やったら頑張ってほしいかなと思うね。自分一人で8人の敵がおったとしても白くなってほしいかなって思うかな。はい。なんかかっこいいやろ。こんな言うだったら。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。6番さんの主観の押し付けが黒要素にならないっていうのが、なんか説明聞いてる限りはなんとなく分かったんだけど、あんまりなんか納得ができなかったかなっていうとこかな。別に、多分それって、多分各々これって主観を話して、村にこうじゃないかって言ってくるゲームだと思ってるから、なんて言うんだろう、主観の押し付けが黒嘘にならないって言い方がなんか変かなと思ったんだけど、なんか説明が難しいんだけど、なんて言えばいいんだろうな。主観の押し付けないでほしいってことなのか、6番さんが言いたいのはそう思ったんだけど、それが黒要素にならないって言ってるのが、6番さんの説明だと、いや、黒要素で見るんじゃないのって6番さんの立場に立った時思うんじゃない？いや、通じるかな、これ。よくわかんない感じになってきましたね。8番のプレイヤーが発言します。はい。7番の言ってることはわかる。6番さんは最初、主観の押し付けは黒要素にならないって言ったけど、結局最終的に6番さんが言いたいことっていうのは、主観の押し付けはやめてくれってことなんで、主観の押し付けで黒塗りをしないでくださいよ。それは黒要素にならないですよっていうことを6番さんは言いたかったんだろうなって俺は解釈しました。だからまあ7番さんは6番さんの話を聞こうとする意欲はあるのかなって思ってるかな、ぐらいかな。6番さんに関しては言い回しは若干気になったが、まあ、最終的にその主観の押し付けをしないでほしい。それは主観の押し付けで黒塗りをするのはそれは黒要素じゃないですよっていう指摘であればまあ納得だけど、まあ、言い回しは若干気になるかなとは思ったのは7番さんに同意で。で、まあ、6番さんの言いたい意味もまあ最終的には分かったから、6番さんは色落ちなしで、7番さんは6番さんの話をよく聞こうとしている人物なんで印象いいです。9番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。7番さんが狼っぽく感じないです、僕は。8番さんはちょっとわかんないですけど、まあどっちかって言ったら7番さんの次ぐらいに狼っぽくないのかなって思いましたけど、6番さんわかんないです。7時点で8、時点で6で白いですかね。はい。7番さんのね、一緒。なんだろう。なんか主観の押し付け合いってなんかどういう解釈したらいいのかなと思って、7番さんの言ってるみたいに僕はこう思う、僕はこう思うで議論って進んでいくと思うから、なんだろうな。意見が違うからお前は黒で思考ロックしないでねっていう話なのかなっていうふうに解釈してるけど、なんかあんま具体的によくわかってない。8番さんは頑張って理解したみたいだけど、まあ、よくわかんなかったです。はい。4番さんが調子いいか悪いか僕は気になりますね。調子いいんだったらいいんだけど、悪かったらちょっと考え。1番のプレイヤーが発言します。はい、自分占い師で8番白でした。はい、お願いします。で、まあ、ちょっと9番が何言ってるかちょっとよく分かんなかったかなって思いましたね。なんか4番の調子がどうのっていうのもちょっとよく分かんなかったし、ちょっと何なんだろうって思いましたね、9番。で、あと7番が白くなった理由もちょっと言ってほしかったですかね。はい。まあ、7番さんは6番さんの言ってることに、なんか理解、あんまり、なんか同意できなかったって思ったのはいいんですけど、結局6番さんはじゃあ何で見てるのかっていうのを言ってほしかったかなって思いましたかね。
7番は6番の言ってることに納得できなかったことは分かったんですけど、うん、で結局6番は何で見てるのかっていう発言が欲しかったって思いましたけど、7番には、うん、まあ6番は完全に一心目一だと思ってますかね、はい、9番がちょっと何者なんだろうっていう感じですね、はい、7番を白く終えたのも、うん、理由も言って欲しかったし、うん、まあ、7番は6番に白っぽかったのか黒っぽかったのか言って欲しかったです、はい、2周目も聞いていきます。以上。2番のプレイヤーが発言します。あすいません、占い師で7番の白を持ってます。よろしくお願いします。1番さんは狼か狂人か分かりませんし、6番8番9番に関してはまあ基本的に1周目だと思っております。1番さんが人狼だった場合はまあおそらくですけど、まあ、9番さんの7番さんという白をまあ何だろう当てた行為についてもかなり嫌悪感を示しているところから多分な1番と9番のロールがないんだろうなっていうふうに思ってました。あとはそうだな、まあ、多分7番に対してまあこれはあの何だろう俺から言うのはあれなんだけど、1番の偽要素としては9番は7番の白さを明確に言っていたし、6番と言って言ってることがあの共感できたというふうに言っていたし、7番が6番に対してああいうふうに言ったところで6番のことを結論付けないといけないっていうのがまあ、1番が占い師の視点じゃないっていうのは分かってほしいかなって思ってるから、はい、7番白番。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、6番さんはそんなに内容がないので、まあ、2周目1かなと思います。で、7、8僕もオムラっぽいと思いましたが、まだその断定的な確定的なね様子がないからニュアンスやね、まあ、オムラっぽいなって感じただけですね。で、そこをまあオムラっぽいなって思った9番さん、かつ言い方が7、8、6の順番で白いって言ったんですよ。で、僕このなんか人がやったら6、8、7の順番で黒いって言いがちかなとかって思ったり、まあ、これただ僕の主観ですけどね。で、1番さんも完全にブーメランかなと思いますね。じゃあ1番さんから見たら7番とかどう見えたんとか、9番ってな何で見てその発言なんていう発言ないから、結局あの、まあ、1番さんにはブーメランかなっていう感じですね。まあ、2番さんのところに気になるとこなかったけど、まあ、1番さん、まあ、まあいいか、はい、そんな感じですね。なんか現状この人真っ黒やなっていう人があんまりいない、はい、そんな印象です。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。絶好調です。占い師9番さん白でした。現状1番さんと2番さんっていうのはまあどっちがどっちっていうのははっきりわからないんですけど、1番さんのね7つ叩きがめちゃくちゃ不当なんですよ。7番さんが6番さんに言ったことは分かったからだったらその6番をどう見てるのかっていう発言って多分ね、どうなの、1番自身もむちゃくちゃなこと言ってるなっていう自覚が ある上での発言かなって俺は感じ取ってるんですね。ってなった時に結構1が狼だった時に1、7っていうのはあるのかなっていう風に見てます。7番さん単体で別にそんな黒い発言とか全くないし、それ自体はね違和感ないし、3番さんが言うように現状黒い人がいないっていうのはまさにその通りなんだけど、ただ1の7叩きっていうのが明らかにおかしすぎるから、そこで結構ライン切りをしてるんじゃないかなっていうふうに自分はちょっと見ちゃってますね。はい、まあ2周目ももしかしたら評価が変わるかもしれないですが。5番のプレイヤーが発言します。ああこれもうちょっと霊能潜伏でいこう。4のシーン高いとも3周目にかなり出てきてるし、まあ、ちょっと4番が出る前は俺1郎の2シーンかなと思ってたね。2番さんの9番さんの狼がないっていう精査すごく良かったと思うのよね。1が8白打って、1が9叩いてるんで1球ないかなっていう精査良かったんで、2番さんがあのシーンっぽいなと思った。1球ないし、そうなると SG1 って6番さんしかないから、ちょっと1、6もちょっと見えないから、今日の釣り1、3、4から行こうかなと思ったところ、4番さん出てきたんで、4番さんの芯が高いから、自分霊能かもしれないよ。まあ霊能潜伏で行って、まあ、ちょっと4、5へ高めた方が俺はいいかなと思ってるんで、今日自分1番さんから行きたいかな。やっぱ前半1に白打ちして一番最初に出てるんで、自分1番さんから釣り入れようかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。まあ直近の5番さんが4が新芽が高いは分かるんだけども、1と2差異をつけた時に1番さんが行くから行くか分からないかな、まあ4番さんが芯が高いのは僕もそう思ってましたけども、どうやろうか、
ほんで、まあ、後戻りしてもあれやけども、もうね、僕が初週で言うた進行論とかあんなんどうでもええよ。ただの言い間違いやんか。言い間違いでどうやこうやって、そんな言い間違いがしくったから、俺があの人外とかそんなないから。そこまで下手ちゃうからね、僕はね。うん、それだけ言うとこね。うん、ただあの、そこに対してのツッコミで、あの議論が深まるかな思って、なんやかんやで、齟齬があるかどうかっていうのを見極めたかったっていう、それだけの話ね。っ、う、て、ん、思ったら、もう別にそんな、うん、まあ、7番も8番も言いたいことも分かると。分かるは分かるけども、そうやね。あの例えば4番さんが、あの何 ?1 番さんが、7への叩きが不当言うんやったら、ちょっと4番さんって7の城見えてるんかなぐらいのね、ことは思うかな。知らんね、知らんけどね。うん、まあでも、1と2の4の意見を聞いて、僕はもう5番さんと違って、4が2周目で黒やったら、あの、4行っても噛めへんしね。1行っても噛めへんし、2行ってもどっちでもええよ、結局。うん。怪しい方に行く。クロスとかかけるんじゃなくて、怪しいとこに行こうかなとは俺は思ってるね。うん。うれしさ、お前何言うてん、言うてへんやんかって言うけど、で、誰か言うとったやん。黒要素がないって。もうほんまにな、あの、精査できひんのじゃなくて、あの、黒要素がない。そう。7番のプレイヤーが発言します。あとね、2周目聞いてやっぱ違和感の6だね。で、1番、2番、4番で、5番さん、4番が芯って言ってたんだけど、自分は2番も割と芯あると思ってて、1番が一番芯がないと思ってる。で、その理由って2番が最初拾った通り、1番って自分に対してめちゃくちゃ不当な殴りをしてんだよね。1番自身が7番を何で見てんのか言ってないのにもかかわらず、7番は6番のことどう思ったのって言ってる殴りをしてて、それを言ってないってことがおかしいってのを2回ぐらい言ってんだよね。それめ6番の進行論で自分が分かんなかったところを6あと8番さんとかが、補足してくれた感じはあったんだけど、それでなんか6番がじゃあローで見てますとか村っぽいですとかそんなこと落とせるわけなくないと思うんだけど、で4番の指摘で良かったのは1番と7番がつながってんじゃないかって、6番は勘違いしてるのか分かんないけど、4番は17のライン切りを追ったと思うんだよね。で4番してる時って多分1番ってめちゃくちゃ自分に不当な殴りしてるから、その目線あるのはいいかなと思ったかな、割と。あ、自分は村だけどね。だから1からいきますね。2番がいいところって、1番に対して、偽要素として最初に拾ったところ、7番に対しての不当な殴りっていうのと、なんだっけな、忘れてしまったけど、2番はそこの指摘は1番には良かったかなと思ってる。上とおかしいのは6ぐらいかなと思ってるんだけど、今のとこ、まあ、9番8番っていうのは補足で終わってるから、この後あの占い師の先生聞きたいけど、現状自分は1にいきますね。はい、お願いします。8番のプレイヤーが発言します。はい、1か2に現状投票しようかなと思って、4番が新っぽく見えてるかなと思うから、まあ、1かな。現状1に関しては、7に対して6がどう見えたのかっていう指摘をしてたけど、1番さん自身も6番さんの色って落としてなくて7球に突っ込んでたし、だから1番さんに関しては7番さんに求めるんであれば6番さんがどう見えるのかっていうのを言うべきだったのかなっていうのが一つで、で2番さんに関しては1球が2番さん発言時、あ、2番さん接続切れてる、あ、2番さんに関しては2番さん発言時に1球が見えないっていうのは俺はあんまり分かんなかった。1番さんって7番なんか9番さんを殴りつつもなんか7番さんに最終的にヘイト向けてたからよく分からなかったって思ってたから、だからまあ1、2に関しては2周目聞いてみて、で4番が1番に対するその7番に対する殴りが不当っていうのが真っ当かなって思った。でグレーに関しては3番はちょっと色わかんないかなっていう感じですね。2周目のグレー精査を聞きたいなって思ってて、5番さんに関しては割と視点近いのかなって思ってて、6番に関しても視点は近いんだけど、6番で2周目気になったのは4が新っぽく見えて、あ、言い間違いは別にいいんだけど、言い間違いでそのなんか色を見ようとしたとかって言ってたけど、それって完全に後付けだよなって思ったから、だから6番さんのその発言に関しては2周目若干気になったぐらいかなって思ってます。現状は1番時点で2番に入れようかなって思ってて、4番が新っぽく見えてます。グレーで気になったのは2周目の6番のその点ぐらい。9番のプレイヤーが発言します。え、6か8かな、どうだろう、6か8かな。7はもう村でいいでしょ。
俺も2か4に芯がいると思ってるから、1釣りでいいし、なんか、7番さんって2番の白もらってて、自分からなんか、なんだろうね、こう、あざといっていうやつかもしれないけど、2の芯もあると思うよっていうのが、なんかね、7番さん自体が別に怪しまれてないから、なんか、別に2の芯を、まあ、仮に2、7とかでも上げに行く必要ってないかなと思ってるし、やっぱ7は村でいいかなと思ってますね。まあ、4番さんが絶好調なんだよな。この絶好調をどっちの絶好調だって捉えるかなんだけど。今日は1位から占いでいいのかな？占いだったら1位グレーだったらまあとりあえず6でいいんじゃないって感じかな。うん、3番と5番は別に違和感ないかな。まあなんかちょっとね、個人的なあれだけど、4のシーンと俺は言い切りたくはない。気持ちはわかるけどな。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。うん、ちょっとよくわかんないですね、やっぱ9番は。うん、で、俺が人狼だと思って俺からついたいと思ってんだったら、じゃあ俺どこと、ラインがあるんですかって感じなんですけど。うん、8番も俺を釣り寄せてんでしょ。うん。で、2番、4番も俺を釣り寄せてんでしょ。いや確実に2番と4番は俺に投票してくると思うけど、人外だから。うん、てか、4番が3使用目に出たからって、シンってなるのか、ちょっと謎ですね。だから5から9までほぼその意見だったから、いやすげえ謎だなって思ったんですけど、4番の精査っておかし明らかにおかしいって思ったけどな。あ、でも7番は俺白いかなって思ったんですよ。7番が俺高いってことは分かるし、うん、まあ 2周目白いかなって思った。うん、なんか3番にもブーメランって言われたんだけど、7番っていうのは気になってる意地で、9番が人外地かなって思ったよ。うん、まあ、狂人も人狼もどっちもありそうだなって思って、わけわからんこと言ってるから。うん、で、5番から始まってんのよね、4番が3勝目に出たから、新っぽいって。うん、ちょっと謎だなって思ったんですね。4の精査って7、1もあるかなみたいな感じで言ってたのは、どういうことかなと思ったけどね。見えた？みんな目線、それ。納得いったんですかね。うん、普通に狂人っぽい精査してるなって思ったんですけどね。うん、まあ、僕は2番から、まあ、4番狂人だったら、ローを狙うんだったら2番に聞きたいかなって感じです。アイランさん、ありがとう。はい、2番、4番は俺に。2番のプレイヤーが発言します。まあ、現状僕の視点だと、1番が狂人で、4番が人狼で、おそらく9番が相方ではなくて、5番か6番が、現状で言論で引っかかってて、3番と8番に僕視点では引っかかる部分がない。で、まあ、ただ経験則上、多分5番さんは4番の相方っぽくないなって思ってるから、まあ、ラストは6番の可能性があるかなっていうふうには思ってる。ただこれはまあ僕が色見れば分かるかなっていうふうに思ってたから。だから6番さんが役職だったらできれば出てきてほしいっていうのは個人的な意見だけど、まあ僕の偽を記念するんだったら潜っててもいいよ。で、まあ1番と4番だったら、4番が強靭の思考を持ってた時に多分1番と2番の比較で1番の方が人狼だと思ってると思うんだよ。4番の思考上って1番の偽要素から1番7番をなんか否定しようとしているから。っていうところから考えたときに、俺視点で、1番と9番のローローっていうのを否定してる状況だったんだよ。でも村客観でも多分それは飲めると思うんだよね。だからそうなったときに、4番が強靭で9番に白、3周目に出てきて9番に白を打つ行動自体が、かっこよく期待しない人間だと思ってるから、4番が結構人狼に見えて、1番がもう信用もう取るの諦めて、僕もあの相方いないですよっていうふうに、ヒロアップしてる強靭に見える。で、9番はね、多分7番の白の拾い方と、4番の、あの、なんだ、4番の絶好調はどっちなんだろうっていうのと、4番が真と言い切りたくないっていうワードチョイス自体が、なんか4番の、なんか内訳を知らなそうだなっていう僕は思った。で、6番さんは5番さんの思考に対して同意するのなら、なんで4番が、あの、7番の白を見えてるっていうふうな思考になるのかが違和感なんですよね。だから4番の人狼。3番のプレイヤーが発言します。はーい、お願いします。まあ、2番さん死んだろうね、これね。で、5番さんが言った、例の出てこなくていいよ、なぜなら、4番さん死んぽくてっていうか、噛まれるケアをしてるけど、その動きはいいと思うわ。ただ、占いの真位置がおかしいなと思ってるけど、なんで4が出てきたら、
3人目出てきたら、もう死んやみたいな、もう死んしてる感じがすごいするんだけど、そこは変やなと思ったけど、まあ、例文出さない動きはいいんじゃないかなと思ったから、まあまあまあって感じかな。で、俺、グレー気になってるのは6番かな。6番さんさ、4番さん、あなたも死んで同意してたけどさ、5番さんに乗っかって、その後に、どっから釣ってもいいけどみたいな、6番さん4やと思ってる、4死んやと思ってるけど、4から釣っていいのと思うけど、俺めっちゃ2死んやと思ってるけど、2から釣るの今日めちゃくちゃ嫌やけど。そういう感じにならへんのかなって思いましたね。あと別にグレー気になってる人おらんから、俺は、1、4、6、ここが、3人がいいと思うな。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。うん、3番さんはその2番さんのどういうところに親身を見たんですかね。2番さんって4番を狼で置いて、4の相方と1として6を上げてるんですよ。5、6が怪しい、でも5はないだろう、で6を上げてるんですけど、でも6番って俺の審査でしてるんですよ。今日の段階で。うん。だから、その2番さんのどこに芯を置いたんかな ?3 番さんって。単純に2周目聞く限りは、まあ単純にみんな言ってるけど6が一番怪しいです。まあこれ8番さんが拾ってたんだけど、6のなんか勘違い云々からの、なんか色落ちを見ようと思ったとか、なんか完全に後付けでしかないし、そういう、うん、明らかに嘘って分かってることをなんないこの人はと思ってるから、結構6はまあ単純に怪しいなと思ってたんだけど、まあ、3番さんも今のつってちょっと怪しい位置としては浮上してきて、で、占い師に関しては結構1の強、2が狼っていうのも全然あるかなと思って聞いてました。あんまり1の相方軸っていうのが見えてこないと、2番が、うん、結構1じゃなくて自分を釣り寄せてきてるところとか、あとまあ役を出させようとしてるムーブとかも結構俺は狼で2番あるのかなと思ってます。ただまあ別に霊能が潜伏してくれてる状態なんで、2日目の色も見えると思ってるんで、別に現状1の芯が切れるっていう村目線を持ってるんだったら1から釣ってもらっても構いませんっていう感じですね。はい。で、まあ、あと5番さんはね、まあ、難しい俺目線は。合ってんのよ、5番さん、俺が死んだっていうのは合ってるんだけど、盤面だけで言われると、ライン追われちゃうからね、4号とか。5番のプレイヤーが発言します。いや、俺2が死んで見えてきた。4番さん4号で見られちゃうからねって、なんで俺の白知ってんの？俺の狼もあるんだよ、4番さん。4番さんって俺の狼もあるのに、なんで俺の白がなんか透けてる発言してんのかちょっとわかんないけど、俺3番さんよかった。俺2番さん2周目めちゃくちゃ芯っぽく見えた。グレーセーサーとか、めちゃくちゃ芯だったから、3番さんいきなりこれ2芯だわっていうのよかった。俺は出方的に1周目4番さんかなり芯目に見えたんよね。2周目聞くとあんまり芯に見えないし、俺の白が透けてる発言がちょっと臭いかな。俺も6番さんがなんか、俺は1周目の感じで4番さん芯だと思ったけど、6番さんって4の芯追ってないから、4の偽知ってる、これ4、6人狼もあるんかなと、俺思ったね。普通は、あの場面、俺みたいなとこだと4新目に見るから、多分7番さん以降も4に行こうとはしなかったんよね。で、2番さんの発言聞いて3番さんが2死んだこれってなったのすごく印象いいから、意外に4、6もありそうだね。ただ、発言的に一番ないのは1番さんかなと思うんで、俺2番さん死んだと思うわ、かなりね。2番さん死んだと思うんで、どうだろう。4、6か、6、1か、1、8? どうだろう。9はないと思うね。俺3番さん白くなったと思う。俺2番さん新目で見てるわ。とりあえず1番さん行くね。全プレイヤーの発言が。その疑いには、どんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番、夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ一応ありそうやな。
か、3か5じゃないの、逃がしんの時は。俺多分8が霊能だと思うんだよね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。真摯すべきものでは。2番のプレイヤーが発言します。小四郎弱ったな。とりあえずその役出てきてもらっていいですか。騎士で見守り。まあ霊能抜かれたか。なんかね、めちゃくちゃね、申し訳ないんだよね。申し訳ないんだけども、消去法で八幡さんかなって思っちゃってるかな。なんて言えばいいんだろうな。2周目の5番さんは、初週僕が5番さんに引っかかったのは、3周目で、4番さんが新っぽいっていうふうに、4番の言論から取らずに、なんか盤面的な状況から4番のことを新上げしているから、まだ違和感ではあったんだけど、経験則上4号人狼はないかなって思ったんですよね。で、2周目の4番の発言って多分3番が2番のことを強く真に見てることを嫌悪感を示している人間だと思ったから、4番と3番の人狼同士がないのかな、ないなっていうふうに思っていて、その後に、5番さん、俺は、なんだっけ、なんかそういうことを言われると4号のライン見られちゃうからっていうふうに言った後に、5番さんのリアクションがあんまり4号のあれに見えなかったかな。なんて言えばいいんだろう。なんか、わざわざそこで思考転換をして、俺の白を知ってるんじゃないか4番っていうふうに言って、4番の相方のヒットポイントを下げて、なんだろう、4番の狼要素っていうのを提出させる5番相方っていうのは見えないかなっていうふうに思ったから、俺6番さん白でちょっとびっくりしちゃったんだけど、まあ現状消去法では8かなって思ってる。なんか、一番の遺言で芯切れると思うから、なんか俺釣らない進行にしてほしいんだよな、なんか7番さん、できれば。4釣りか、グレーズ。3番のプレイヤーが発言します。僕の気持ちはロラです。4釣って2釣ります。で、最後グレーズ精査します。やっぱりね、楽しもうよ、最後まで。4番さん、おらしいんじゃないと思うよ。5番さんが言ってたように、この城が透けてる発言をしたね、最後ね。まあ、それもあるし、3人目に出てきてるから、位置的には新郎位置、かつ偽っぽく感じてから、ロー釣れると思ったら俺は4かな。だから4言ってんけどな。まあ、そこで、5番さん4いかへんやと思ったけどな、俺は。3しようって言うけど、ライン切ると思ってるからね、俺はね。まあ、変わらず、新霊能なんかな。新進行で行くんで、僕はね。新進行、二進やと思ってるので、まあ、今日は4投票して、まあ、明日の二の占い結果次第で、どう感じるかなっていうところですね。以上。4番のプレイヤーが発言します。いや、5番さんえぐいよ。マジで5番さん黒いと思ったわ。最後ね、俺の時間なくてもう時間切れになっちゃったんだけど、俺は別に5番さん村助してたんじゃなくて、5番さんって初週の段階で霊能潜伏で騎士が4番守るべきだっていう考察をしてるのよ。だから俺からしたら5番さんって限りなく白に近いん。ただ盤面上での話だから5番さんの言ってたのって。だからそれを言うと、グレーにいる陣外とかに5番さんがね村だった時に4号ラインで終わりちゃうよって。だからちゃんと理由を述べて、自分を死んだっていうことを言ってくださいっていうふうに言おうとしたら時間がなかったっていうあたりの話なんで。ただその5番さんってさ、なんでだから言ったやん。昨日の時点で2番って4、6のラインを見てたんですよ。でも、昨日の、発言、順番を思い出してほしいんだけど、まず俺の発言の後に5番が4番さんが死んだと思うっていう発言をした後に、6番って反対意見を言ってるんですよね。さらに、俺がなんか7番の村を透けてるんじゃないかみたいな。いや全然そんな発言してねえしって思って、めちゃくちゃ審査をしてきてるんですよ6番って。はい。でその46ラインを追う2番に3番さんはどういう風に神明を感じたんですかっていうのを俺は教えてほしかったのに、その5番が輪をかけてさらになんかいや3が合ってる2が死んだとかいうわけのわかんないこと言い出すから、あこれ5番黒やと思って、5番黒になったら白やったっていう話。はい。でね、まあ実際ね霊能者が9番さんなんかな、1が黒の可能性もあるよ。だから、黒位置、マジわかんない。ちょっと2位つって、とりあえず。5番のプレイヤーが発言します。難しい。俺7番さんに提案するんだけど、俺もう8番さん行きたいかな。俺もう1番さんの芯は切ってる。
ただグレーは6番さん今一番怪しんでんだよね。けど占い師は2番さんの方が神明だから2の白先って6でしょ。ただ占い師は2の方が神だけどグレー一番黒いの6だったんよね。で俺出方的には3子4目って俺かなり神明で見るタッチなんよね。まあ、ちょっと俺の白透け知ってるのがちょっと怪しかったけど、だからそうなると3番さんとは一応視点が合ってるんで、カングレの8つ目ってクロス声が、あ、クロス声じゃない、クロス占いしても2が俺に黒打てば、2人外ってわかる。白打って4が6に何色出すかもちょっと見たいんよね。だから俺はちょっと8提案するけど、まあ7番さんが決めて、で、もし、グレーの8に行かないって言うんであれば、俺は、やっぱ2の方が進化の発言から、それだったら俺は4に行くって言うわ。まあ、ちょっと7番さんが決めて、占いから行くんか、まあ、グレーで行くなら俺8に入れる。うん、3番さんも俺よりも8怪しんでる視点と、2新軸で見てるから多分6外したんだと思うから、まあ、7番さんが決めて、占い行くなら4。グレーから行くなら1,8を追ってる。6番のプレイヤーが発言します。まあ、5番さんってなんかサーカス団とか入っとったんかな思ってるぐらいおかしいことやね。そもそも4番さんが言ってたんやけども、あの6っていうのはね、5番さんが1周目に4番さんが進歩いて出方で進歩いてて、それがおかしいよって4の偽もあるでって俺が言うた人物なんですよ。ほんでみんなから6偽偽ってそれ言われるの分かる。5番さん目線で6番さん黒いっていうの分かる。だけども急に2が真になって4が偽になった時に46ローローかなーで、それはやりすぎでしょ。いくらなんでもどうやってつながるんですかっていう話だから、5番さんが、なんか怪しく見えちゃったんやけども、4番さんが深夜った場合って5番さん占うのも分かる。ただね、2番さんってみんな拾ってないかもしれないけど、2番さんってあの今日の発言で聞きました、みんなね、あの霊の行かれてんのかな言って、霊の行かれてるっていう考えがそもそも人外なんですよ。白結果出てたら霊の潜伏とかあるでしょ。位置は白なんですよ、そもそも霊の生きてた場合に。その考えがないから2番さんが2世で4が深夜と思ってますね。ってなった場合っていうのは1進も追わないといけない。でも発言では1進は追えないからこそ2が強で、そうやな、どうやろうな、1難しいけども、俺4進や思ってるけども、その2番さんが進っていうあれはないと思うよ、大方ね。そやから7番のプレイヤーが発言します。2番神だと思ってたけど6が黒いな普通に。で3番5番は多分村だと思ってる、割と村っぽいなと思ってるし、今までの発言で黒い要素がないと思ってるし、5番の 8釣り提案割といいんじゃないかなと思ってるぐらいかな。ただ6番黒いから、いや5番の発言までは良かったけど、8釣りはちょっと嫌だなと思ってるかな。6番が黒い。だから2、6で囲ったっていうのもあるし、6番が言ってる論って、なんだろう、5番が疑う、なんだっけ、2番に対して、霊能言っちゃってんのかなっていう発言が、2番の黒要素として挙げてるんだけど、なんか違くないと思うんだけど、普通に。3番5番が村っぽいから6か8どっちかだと思うんだけど、8の発言はまだ聞けてないから普通にロラしたいかなと思うんだけど、まあ、4、8ランとかにしときます。そしたら2番占い結果飛ばせば分かるんじゃない。5番3番ちょっと追えないんだよな自分あんまり。だから5番3番が狼やったらうまいかなぐらいの程度かな。はい、だから4、8の欄とかにしてもいいですかね。まあ、8の発言聞いてどっちかに入れます。で、4番釣れたときは2番もローラー出してください、絶対。それでいいですかね。お願いします。8番のプレイヤーが発言します。
また4番さんが急に減速したなっていう印象はある。グレーセルサがすげえ気を弱かったなっていうところ、2番さん視点で消去法で8番になる理由っていうのはよくわかんないけど、2番さんがもし死んだった場合って俺の白を見てて、ここ黒石なのかな、5番になるのかな。6番の今日の発言があんま黒く見えなかったよね俺は。6番に関してはその1に白結果落ちてた場合って例の潜伏するっていうのはその通りだと思うし、うん、そういう視点を持てるっていうのはあんまり人外だと発想は至らないんじゃないかなって思うから、6番のその視点いいなって思ったし、ちょっと3の黒要素が拾えてないよね。5番に関しては変わった考察するなっていうふうには思ってるけど、8落としはちょっとやばいっすよ。1が死んだった場合に負けるんで。いや1の死んねえやろ。4落として2に俺の色結果を落とさせてでいいと思うけどな。ちょっと6が白くなったことで狼市がちょっと分からなくなったけど、5番かな、3番よりは5番かなっていう感じは今んとこしてますね。だから1か4にローで2番が死んで5番ラストウルフとかに見えるかな。いや1の死んよって時点でこれ8やろ。俺釣りは危ないと思います普通に。全プレイヤーの発言が終了し、私はただの石、私はただの石、私はただの石。8ある18人狼の4強あるんかな。あー4行かれるか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。いや、7番さん大丈夫ですか？7番さん目線6が怪しくなったんだったら2を釣って4に6を占わせたらいいじゃないですか。なんで4そこで48の欄になっちゃうんですか？全く意味が分かんなかったんですけど、本当に。ただね、ラスラは俺もね、8やと思いましたね。ぶっちゃけね。はい。まあ、これは8の発言からなんですけど。とりあえず明日もう荷物釣ってもらって、まあ最終盤面、になるんだけど、3はね、俺も違うと思うんだよな。まあ初週のね、初週じゃない、2週目か。2週目で、ね、3番さんって、いや2が死んじゃないかって言い出したでしょ。で、仮に3番さんが狼で1312だった場合、どっちにしろね、あそこでね、流れぶった切ってね、2が死んに持っていく意味がないんだよな。仮に、313で1が釣られるのまずいからって言っても別に2の芯を上げる必要はないし、じゃあ23だった時に、わざわざ、まあ1が釣れる状況でそこでライン繋ぎに行く意味もわかんないから、3って多分ただ単に間違ってる村なのかなっていう評価なんですよ。自分の中で。で、6番も、7番さんおかしいって言ってたけど、俺は別に7番、今日の7番、6番おかしいと思ってないし、8かな、俺も。いやー、ちょっとな、7番さんの487ちょっとやばいよ。6が怪しいと思ったんだったら2を釣って、自分4に横を占わせないとダメだよ。はい。とりあえず明日2釣ってください。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いやー、4シーンもありそうだったから1回ぐらい詰めていくと思ったけどね、1番のシーンないやろ、あれ。か、あー3番もあんのか。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。78番のプレイヤーが発言します。肉ろ、4進かな。
1強2浪4進かな。え、じゃあ3番じゃん。実践はすぐ3番ですね。もう考察する必要がなくなりました。2、3、ロー、ロー。3番の黒要素ないな。え、スラかい。4進だったら5白だもんね。1の進はさすがにないと思ってんだけど、2、6、ローローかな。はあ、これちょっと2、6、ローロー1強陣で提出するかな。6番に関しては昨日なんか見えてんのかなって思って、なんか霊能してんの6番昨日発言白く見えたよね、俺からしたらっていう感じです。ちょっともう一回考えるけど、3と6だったら6かなって思ってて、4が進かなと思ってる。2番のプレイヤーが発言します。もうなんか何も言わなくても勝てるかなって思ってるんですけど、7番っていう一角の騎士が4番と8番の乱指定をしてたんですよ。それは8番自身も分かってたはずなんだよね。だから自分が霊能を持ってるときって、2番と4番の色を見られる状態なんだよね。7番が2番護衛してるんだから。だから8番が CO して、4番釣りないしグレー釣り停止をしてでよかったんだよ。8番が本当に霊能を持ってるんだったらね。あと6番に言っておくんだけど、7番が2番超え主張してるんだから霊媒潜伏する意味ないんだよ、1番白結果でも。あと僕の占い結果であなたは生かされてるっていうことを自覚した方がいいですよ。あなたの客観的に見て初日の2周目の発言は4番の黒を知ってるっていうふうに思われてもおかしくない発言だから、6番さんは自覚した方がいいです、自分がおかしいことを。で、占われて僕白だったんですよ。だからあなたのかばいようはできないんですよ、僕の占い結果しか。で、5番に色を当てた理由は、1番の遺言から、2番と4番に芯がいるっていう議論状況になってるから、5番さんが黒だったら5番さんが黒でいいし、5番さんが白だった場合は、5番さんが白になって、裏目線で手差する必要性がなくなるし、4番の遺言で6番のことを弾いていいっていうふうに言っていたから、なんだ、6番っていう位置にも、星座が入んなくて3番と8番の2択で村目線で考えられるかなっていうふうに思ったから、そういうふうな占い筋をしましたって感じですかな。言ってる意味わかるかなこれ、まあ、とりあえず8番釣れるよねこれ。3番のプレイヤーが発言します。お願いします。ごめんなさい、ちょっと誰か覚えてる人さ、1日目の占い結果ちょっと貼ってくれ。ちょっと俺の記憶がちょっと曖昧になってきちゃった。4が9白で1が7白やったっけ、で2が8白やったっけ、え、ちゃうわ、2が誰か誰か2が7白ってことは1が8白、1が8白、むずいな。まあ可能性としては2、6ロールをもしくは8が乗っ取ったっていうこの2択でしょうね。5はもういいでしょう、まあ、とりあえず今日2番さんからいこうか。くー、そうなんですよね。2番さんが言うよりね、8番さんはね、7番さんが2守りって言った段階出るべきなんですよね。だって7、8守れんねから必然で2人目の例の結果落ちるからね。なぜ潜伏ですか。ちょっと2つって、8番さん、明日、それ答えてくれる。なんで7が8を守れるのに潜伏する必要があったか。どういうし、おっと、ちょっと待て、ちょっと待て。ちょっと。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと待てよ、ちょっと出るの遅くねえか。
っと待てよ。6釣れば一応明日来るんか。6目線は ?6 目線は4黒だから2が芯。2が芯ってこと、まあ1の芯はないわね。遺言切ってるから。ってなると2の白先って俺だから。あー。まあとりあえず2釣れ、俺、6番さん行く気なかったんやけど。いや、8番さん昨日出るべきよ、あれは。だってもう3も5も8怪しんでんだから、これはちょっと乗っ取り追われてもしょうがないとは思うけどね。んまあ今日2行って俺多分明日8行くね。6番のプレイヤーが発言します。うん、まあ出るの遅かったっていうのはなんでかって言ったら、8番さん釣られる流れやったし、で、5番さんっていうのは、ね、僕が言うてた通りな、サーカスなんかなんやかんや言うて、ドラえもんのジャイアンとか言うてたやんか、それは言うてないけど、うん、まあ白っぽいからこそ言うてたよね、噛まれないために。うん、だからこそそういうふうな発言をしたっていうことね。で、8番さんが出てきて、1白4白って出たときに、出ようか迷ったんやけども、8番さん釣られる流れになって、出んでも噛めへんから、行ったったも噛めへんかな言うて、で8番さん、釣られる流れなったんかな思って俺出たんやね、結局は。うん、それやねんな。うん。別にいつ出ても噛めへんねんけど、早う出た方が良かったってな。2番さんと3番さんの発言っていうのを聞かずして、もう意味ないやんって思うかもしれんけど、うん、8番さん行く流れじゃなくて、うん、2番さん行こうとしてるやろ。うん、これ48ロールやで。これ48ロールやと思いますよ、普通に。2進で。うん。だって、僕、2を叩く必要ないじゃないですか。2は、何や、なんか言うてたやん、俺が。うまいこと、ええこと言うとったやん。なんか、何言うてたんかな。なんかこう、霊能が潜伏してるのにもかかわらず、2番さんに対して突っ込んで、それは俺が霊能やからやんか。そうでしょ？うん、だから4黒結果出たときにすぐ出たらええんやけども、まさかもう8番さんが出ると思わんかって、8番さん釣りになると思わんかったからっていうことよ。8番さん釣りよ、今日は。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。もうなんかね、まあ多分勝てるとは思ってるから、もうなんか説得はしないんだけど、個人的な感情だけ言わせてもらっていいですか。6番さん、マジでそれ、無駄にないっす。無駄にないっす。あなたが霊媒視点に潜伏をしているから、俺のことが偽っぽく見えるのはわかる。わかるけど、よくよく考えてみて、俺が偽だと仮に仮定してもね、仮に仮定して、1番の遺言で芯切れるだろ、あれ。だから、俺が仮に偽と仮定したとしても、4番が芯になるだろ。その場合って4番が5番白を持ってる状態なんだよね。わかる ?9 番白と5番白を持ってる状態なんだよ。で、あなたが霊媒として出て7番が2番超えしてるんだから、あなた守れる状況だったんだよ。グレー1本詰めて、まあ、5番さんが3番のことをあんまり疑ってなくて、7番も、誤算白いよねっていう風になってる状況だったら8番釣れたんだよ。わかる ?2 日目に8番釣れて、8番黒結果見たら占いロアで終わりだったんだよね。あ、わかりますか。だから、あなたが、なんだろう、5レイチを把握した上で潜伏する必要性が本当にない。本当にない。しかも、ようわからん要素で2番のこと審査げして、俺の占いまですって。もう、本当にね、潜伏するんだったらいいんだけど、なんだろう、もう少しなんか、村に働くその動きをしてほしかったです。はい。本当に邪魔です。はい。以上です。8番釣ってください、明日。夜が更けました。人狼に気をつけてください。ちょっと6も怪しくなったな。太鼓出てるのにすぐ出ないのもおかしいし。
一番なんであれやろ。一番怪しまれてるのに出てねえやろ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。ああ、よかった。え？ 6 狂人？そういうこと。リア教いたなら言ってくれよ、3番。あ、これ1リア教か、じゃあ。1リア教の、ニカスと、24どっち死んだんだ、これ。34か23か。まあもう6釣るしかねえよね、人外使用してる時点で。もう6行くか。いや、ちょっとリア教いるなら言ってほしかったけどな。6番のプレイヤーが発言します。いや、たくまさん、僕もびっくりしたんですよ。僕、教授目線は新郎郎しか見えへんから、2番さん釣られへんためにわざわざあれしたと。で、8番さんが新霊能やからって言って、あれしたんやけど、で、負けた思ったら、生きてるから、なんやこれ思って。僕もびっくりしましたね。うん。まあ、僕が人狼やったら言うてますけど、まあまあ、人狼さん、どこ行くか言うてください。誰か知らんけど。3番さんかな？もしかしたら。もしかしたらもう何もないか。8神の3狼やな、おそらく。3番さんはどこに行くか言うてください。行きますんで、ガチ狂人です。以上です。8番。のプレイヤーが発言します。え、俺いまだに26ロロ1狂人だと思ってんだけど。リア狂とかあるの？だって6が人狼で狂人使用する意味ねえや。6狂2、3ロロ4神1リア狂、6行くしかないよね。6番さんにせよ、俺めっちゃ上げれたんだけどな。6番さんって4の黒見えた時点で、昨日の昼の始まりの時に結果張らないとおかしいから、黒見えてんだったら。とか6のにせよ、めっちゃ、あれを準備してたの。もう 6行きますよ。リア教いたらどうせ負けでしょ。6投票しかないです。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕、人狼じゃないっすね。人狼なんか言ってますね。ちょっと待ってな。これ、いろんなパターン考えるけど、とりあえず、まず、じゃあ、1がリア教やった場合、4のはリア教っぽくないから、ってなったら、8シーンで言ったら4シーンでしょ？ってなったら、残っての6黒のみでしょ？で、逆にあり、まあ、な可能性低いけど、じゃあ4リア教として1黒やった場合、4リア教の 1神やった場合、ほんまに6が狂人って言ったら、5の黒が出て、可能性としては出てくると。まあ、可能性低いけどな。だから、どの道6しかないねんけど。じゃあもう、きしょい。もう使用して。もういいから。もうリア教おった段階でもゲーム成り立ってないから。そこまでして勝ちたいっていう、ちょっと、ちゅうか勝ちたいっていうか、6強人でほんまに、そうなんだ、PP やから。なんで言わへんの？ああ、きょい。ちょっと5番ちゃうの？わからん。
まあ、いいわ、6番行くわ。この1時間、何だったんだって感じだ。全プレイヤーの発言が終了。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。いやけど、僕人狼だったら別に教授しようとか絶対せんからな。やっぱ6強なんや。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。まあ、ごめんって僕が、ごめんって僕が言うのもあれやけど、2番さん釣った時点で負けたらよかったなと思ってますね。ちょっとなんか味気ないでしょ、村人。誰が村人か知らんけど、誰が狼かも知らんけど、ね。すいませんでした。はい。僕早めるのもあれやけどね。誰かリアキおったと思いますよ。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。あーちゃー、いやー4番絶好調だったな4番霊能だったね。実は僕はトップ1やったから、強靭やったから、2周目になった時にちょっとタクマスやられてばっかりやから、ちょっと潜伏で占いでちょっと芯取ったろうかな思ってたけど、3人出てきてうわ思って、でも出るに出られへんかったみたいな、そんな感じです。いやいや、6番は仕事してるけど、あそこ1の芯追ってる時点でやっぱ8おかしかったんやな。1が芯なら私ったら負けですよって、あの遺言で1芯ねえよな絶対。9回1の黒で連れてるんやったら4出る。いやもうリア強やろ4は。だ9番さん身内なんやろ。いやなんかこの間やってリア強だけどちゃんと村が勝てるように頑張るみたいな言ってた人、あれはちょっとスライドしないと。まあ、スライドしたらどうなるんやろ。あれ、結局気を取り直していきますか。さっきの一番さんがリア強だったってこと？違う違う。18ローのリア強じゃねえわ。4がリア強。4が霊能。あ、4が霊能で2と3のあれは2が神。2が3がリアキュアタンか。いや3普通の村で4が霊能で占いしよう。いやー7番さんすか、8っていいと思ったよ。1の遺言聞いて死んないからどっちか死んだよね。正直 3CO になるって思ってなかったから、教授何してんのよって思ったら、まあ霊能だったっすね。教授でしたっすね。まあ3CO になると思ってなかったもん。6番偽っぽかったんで、正直なんか6が釣りたかったんですけどね。まあ6は確かに 3CO やから、どんだけこうなんていうの、変な発言してても占い釣りから入るかな思ってて、大丈夫かな。占い吸わせるためのあれやったよね。そうですね。2日目霊能っぽい人いなかったから急で抜けたと思った。いや占いに一心めっちゃ取ってたのにね、かわいそうやわあれ。まあそうですね、2話のシーンはちょっと勝てないなって思っちゃいましたね。正直俺も 9で霊能釣れたと思ってたっすね。はい、ありがとうございました。8番さんよかった。ありがとうございました。